皆さんこんにちは、ピアノセレクトショップの長坂と申します。本日ご紹介させていただきますのは、こちらの、再生プランセレクト中古ピアノの、バリンダム B130 という機種でございます。再生プランセレクト中古ピアノとはですね、こちらのピアノのように、ピアノをお使いにならなくなったお客様のご家庭から引き取ってきたままの状態の中古ピアノを、このままの状態でご紹介をさせていただきまして、新たに必要としてくださるお客様のご予算に合わせた再生プランをお選びいただけるという、こういったピアノとなっております。ではバリンダムの B130 という機種についてご紹介をさせていただきます。こちらの機種はですね、1986年に弊社で製造したピアノでございます。高さは130センチですね。アップライトピアノの中では比較的大きめなサイズとなっております。このバリンダムというブランドなんですけれども、こちらは当時実は弊社で製造していたブランドでございます。どういうことかというとですね、弊社同様ピアノ製造の筆頭ブランドというのは、皆さんご存知いただいている通りアポロというブランドなんですけれども、アポロとは別に当時小売店さん向けブランドとしてこちらは作っていたピアノになります。というわけなので、基本的なですね、設計というのは全て、アポロピアノを、踏襲したものとなっておりますが、このようにデザインまたはブランドネームというところも、ちょっとアポロピアノとは分けていると、そういったピアノとなっております。現在はもう製造しておりません。なんでね、やっぱりどうしてもこの部分に正直あまりお金はかかってないものですから、比較的、お買い得なピアノなんじゃないかなと思います。特にね、このように、木目、ウォールナットの木目ですね、今非常に人気が高いので、ウォールナットの木目で、年式も30年っていうと、車の世界だともう30年っていうとね、すごく古いと思うんですけど、ピアノの世界で30年ってまだまだ新しいもんですから、かなりお買い得なピアノなんじゃないかなと思います。それではですね、デザイン面、それから、音色面、それから、実際のね、この個体の状態について、それぞれね、ざっくり、ご説明させていただきますね。デザイン面、特別、これっていう、特徴はないんですけれども、ちょっと特徴的だなって思うのが、こちらのペダルですね。丸型のペダルになって、かなりこうホッとした形になってますね。ちょっとこう可愛い形の特徴的なピアノですね。でそれに対してこの足の部分、猫足なんですけれども、いわゆる普通の、四方転びと言われる形とはちょっと異なりまして、こういうね、角張った、形の、足になっております。はい。続いて音色に関してですね、こちらは、音色にもね、非常にこだわって作られたピアノになっております。このハンマーですね、これはドイツレンナー社製のフェルトを使用したハンマーとなっております。ドイツのレンナー社というのが、世界で一番いいとされているスタインウェイ社のピアノでも使われているような高級なパーツメーカーとなっております。そういったメーカーのハンマーを使用しております。はい。この部分ですね、この木の部分なんですけれども、こちらは天秤と呼ばれるパーツです。ペダルの動力をですね、本体に伝える部分なんですけれども、こういった部分、大手さんのアップライトピアノですと鉄パイプを使っている場合がほとんどなんですけれども、弊社のピアノではこれバリンダムに限らずアポロもなんですけどね、このように自然の素材にこだわって作っております。ここを木にすることで、やはり鉄パイプと違って中空洞になりませんので、余計な共鳴や残響が起こらないというふうに言われております。というわけでですね、このようにいろんな工夫を施したバリンダム、個人的な音色のイメージとしては、温かみがあってね、丸みもある音なんですけれども、しっかり弾いてあげるとそれなりにはっきり音が出るという、そういった、表現力がね、表現力というか、表現が比較的こうしやすい、時にパワフルにしっかり出るようなピアノかなという印象です。では最後に、外装ですね、内外装の、状態を見ていただきたいと思います。
現状ですね、正直、まあ、ちょっとサビとか小傷はちょいちょいあるような感じですね。やっぱりこの、鍵盤蓋ですね、鍵盤蓋の上の部分が、まあ、こういったね、小さい打痕がいくつかこうポツポツついて、ちょっと塗装も、まあ、気持ちくすんでるかなという感じです。あとちょっとここに、大きい傷が入ってますが、まあ、あとは特別そんなに大きい傷というのはありませんね。あとこの蓋の部分ですね、取っ手の部分が、まあ、ちょっと何か物を擦ってしまったんでしょうか、ちょっとポロポロ、表面の、塗装が剥がれちゃってるような感じですね。まあ、あと、ペダルとですね、剣屋根マーク、それから長板はそこまでじゃないかな、まあ、多少サビが浮いてる部分がございます。まあ、これが黒のピアノとかですと非常に結構ね、もう汚れとか傷すごく目立って気になっちゃうなという感じなんですけれども、まあ、幸いこれ割と色の濃い、木目なので、まあ遠目に見るとそこまで気にならない感じではありますね。はい、まあ個人的には、プラン C がおすすめです。まあプラン C にすると、まあ完全に見えなくなるわけじゃないですけど、こういったね、打痕とか傷っていうのも、まあ、最大限、分かりづらいように、まあ、修復しますので、プラン C が一番おすすめではございますが、まあ、あまり気にされないよというお客様でしたら、プラン A でもいいかもしれないですね。中はこんな感じになってます。全体的にね、年式考えると、まだまだ痛みが少なくて、綺麗かなと思います。ピンのところとかね、多少サビが浮いてますけれども、こういうのはまあできる限り、研磨してお掃除しますのでご安心ください。マフラーフェルトはですね、交換するためにちょっとすでに一度も外してあるみたいです。実際は、もちろんマフラーフェルトもつけた状態でご納品しますのでご安心ください。ご説明はこんな感じです。では、ぜひ、バリンガム B130 ですね、ご検討よろしくお願いします。